夜中姫であったりなんかして、まずは二人分のいらっしゃいませ。我が姫たちの根性を守りたまおう、尊い御仏の姿を飛騨匠三名人の手で競い合い刻んでほしかったりなんかして。まあこの眼様の眼で掘ってみるか。眼で隣の部屋の匠の見よう見まねよ。今日は仕事ぶりを拝見にという口実で、あなたのお顔を拝見に参りました。正直なお方、たくらみは口に出さないものですよ。まさかあいつ、俺があいつを欲しがっているとあいつに思われるのが嫌だと思っていること、あいつを勘ぐっていると俺が気づいたことまで悟ったのかもしれないといった知識の積み重ねが冷や汗になって流れてるんだ。違うわ。冷や汗は幸せが落とし穴にはまった時に流れるの。お前はさ、この鳥爺さんのコボを相続しろ。いらないです。あんたすっごい可愛い声の奥さんがいたよね。あれ俺が相続しよう。よせ、俺じゃ見えないのか。へえな。さ、斧を持ってついてらっしゃい。でも今金を。逃げて帰りなさい。ではお前を下請け業者として雇おう。どんな下請け業者。How to 狭き耳なし芳一はどこに経文を書き忘れたの。耳です。俺もだ。その耳を鬼が見るとね、えまるで宙に耳だけが浮いているようですって。はあ、俺の場合はいつも桜の森の満開の下です。怖いのだけれどときめくんです。頭の上から爆弾でも落ちてくるような、そんな凄まじい音が聞こえてくるようで。それでいて物音一つしないでしょ。ええ、桜の森へ行ってみない。今日行ってもダメなんだ。今日行ってもダメなの。約束があるからね。どうして。満開じゃないから。それに一人でなくちゃダメなんだ。